バートロミュークマに飛ばされたルフィがたどり着いたのは、桜花七部海ボア・ハンコックが治める尿ヶ島アマゾンリリーだった。当初気ままに振る舞うルフィを敵視するハンコックだったが、やがてルフィの大気に触れて心を許し、すっかり惚れ込んでしまう。そんな中、重大な事件が報じられる。黒ひげマーシャル D ・ティーチがルフィの兄エースを捕らえ、新たに七部海に任じられたという。エースが海軍によって公開処刑されることを知ったルフィは、ハンコックの助力を得て兄が幽閉されているインペルダウンに潜入。そこでバギーや元バロックワークスのエージェントたち、革命軍幹部イワンコフら囚人たちの協力で最下層に到達するが、エースは海軍本部に移送されていた。俺行くよ海軍本部、もし諦めたら悔いが残る。上層階への通路を塞がれた一行は、さらにかつての強敵クロコダイル、戦争に反対して投獄された桜花七部海海峡のジンベエを加え脱出を図る。そんなルフィたちの前に意外な男が現れる。かつてジャヤで出会い、エースを捕らえて海軍に引き渡した張本人、黒ひげであった。いや久しぶりだな麦わら、もうすぐ始まるぞ、おめえの兄貴の公開処刑がよ。黒ひげに挑発され、怒りに任せて戦いを挑むルフィだが、ジンベエの説得によりエースの救出を優先してインペルダウンを脱出する。しかし海軍本部へ続く航路上には正義の門が立ちはだかる。それを開くためミスター2はただ一人獄内に残った。坊ちゃん、門がもう閉まる。俺たち行くよ。ありがとう麦ちゃん、必ず兄貴救ってこいや。ミスター2の覚悟を胸に海軍本部マリンフォードへ向かうルフィたち。そこにはすでに海軍大将や桜花七部海海兵の大軍勢が集結していた。公開処刑を前に海軍本部元帥戦国はこの戦争の意義について語る。それはエースの生い立ちに関する驚くべき事実であった。乗るか俺の船によ。ここは海軍本部マリンフォード。白ひげ海賊団との決戦に備え、海軍大将や桜花七部海をはじめとした大軍勢が集結していた。公開処刑を前に海軍本部元帥戦国はこの戦争の意義について語る。諸君らに話しておくことがある。フォートガス D エース、この男が今日ここで死ぬことの大きな意味についてだ。エース、
前の父親の名を言ってみろ。俺の父親は白ひげだ。違う。違わねえ。白ひげだけだ。他にはいねえ。当時我々はかすかな情報を頼りに必死に探したのだ。あの男の子供がいるかもしれないと。世界最大の悪の血を引いて生まれてきた子供、それがお前だ。知らんわけではあるまい。お前の父親は海賊王ゴールドロジャーだ。2年前か、お前が自身の海賊団を結成し、船長として卓越した力と速度でこの海を駆け上がっていった時、我々はようやく気づいたのだ。ロジャーの血が絶えていなかったことに。だが我々と時を同じくしてそれに気づいた白ひげは、お前を次の海賊王に育て上げるべく、かつてのライバルの息子を自分の船に乗せた。違う。俺が親父を海賊王にするためにあの船に。そう思っているのはお前だけだ。現に我々が迂闊に手を出せなくなった。お前は白ひげに守られていたんだ。そして放置すれば必ず海賊次世代の頂点に立つ実質を発揮し始める。だからこそここでお前の首を取ることには大きな意味がある。たとえ白ひげとの全面戦争になろうともだ。戦国、俺の愛する息子は無事なんだろうな。うらららららら、ちょっと待ってな、エース。親父。勢力で上回ろうが、勝ちと鷹をくくるなよ。最後を迎えるのは我々かもしれんのだ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。ゆらら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 。アイスエイジ。若造が。ルフィ。エース。やっと会えた。助けに来たぞ。久しぶりだな、白ひげ。なぜお前が白ひげをかばう。やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。小僧、その麦わら帽子、赤髪が昔かぶってたやつによく似てるな。おっさん、
シャンクス知ってんのか。これ預かってんだ、シャンクスから。兄貴を助けに来たのか。そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえの時じゃ命はねえぞ。うるせえ。おめえがそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。くそ生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、放ったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。させるなよ。この案内で確実に仕留めろ。麦わらのルフィを撃て。この男は未来の有害因子。エースと共に育った次兄弟であり、この血統は革命家ドラゴンの実の息子だ。あのドラゴンの。さっそく広場に上陸してえのに邪魔しやがる。ノグララボーイを死なせないことが果たして使命で決める。エース、俺は死んでも助けるぞ。マルコ、あれを知らすんじゃねえぞ。了解。殿下、戦闘用意。麦わらは俺が始末。こんな戦闘は見事に周回で盛り上げようじゃねえか。何がおかしい、ドフラミンゴ。何がおかしいかって、この時代の真ん中にいる感じさ。しまった、お前ら俺から離れろ。やめろ、ドフラミンゴ。敗北が悪、海軍が正義。そんなものはいくらでも塗り替えられてきた。平和を知らねえガキどもと戦争を知らねえガキどもの価値観は違う。頂点に立つ者が善悪を塗り替える。今この場所こそ中立だ。正義は勝って、そりゃそうだろう。
勝者だけが正義だ。世代の申し子、その器を見極めよう。世界一の斬撃、氷の塊を切っちまった。面白い。動作もない。ご家族、敵も味方も皆同じじゃ。あの方に。楽しませてもらったぜ。力に興味はないが、黒ひげ海賊団5番隊隊長、火剣のビスト。二発に鷹の目の見本、俺を知ってんのかい。治安法がおかしかろう。邪魔だな。ルフィ、必ず生きてここへ来ると信じておく。先を急ぐのさ。わらわが行く。この覚悟は良いよ。あなたたちの思い通りにはさせません。ここでくたばるわけにもいかねえ。撤退だ。勝負は預けよう。
は必ず返してもらうよい。おう。何をしてる。たかだかルーキー一人に戦況を左右されるな。野郎ども、このまま押しつぶせ。ルフィ、わしに策がある。ついてくるんだ。わかった。我らも参戦する。
こまで言うなら。始めろ若犬。流星火山。とここまで堂々としちょるのドラゴンの息子。怖いねこの若さ。エースは返してもらうぞ。男者
のじいさんは恩人だが仕方ねえよな。お前にはまだこのステージは早すぎる。今日だけじゃねえ、麦わらのルフィ。力がねえのなら、救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。それ見たことか。だから言わんこ言ったな、セベル。息はあんの、麦わらボーイ。イワちゃん、離せ、おっさん、俺は。こいつはもう十分やった、手当てを。あ、はい。いらねえ、そんな時間ねえよ。邪魔すんな、エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。おざくだけの威勢の塊、若く無様、そういうバカは好きだぜ。ゆらららららら